竹中直人スタート。山田孝之スタート。斉藤拓海、3人の奇才が監督を務めた異色の映画ゾッキ。ジョッキ、ニョッキ、まあいいや、わからん。なんてこと使う。何？今日の撮影は聞いてないぞ。生放りが一丸とならんといかん時で、こんな環境を作っていただいて本当に感謝でした。しかし世界は一変した。ねえ、まさかとんでもないものが押し寄せてくるなんて思ってもいなかった。エンターテイメントにその孤独を救ってもらってたし。カット、もう一回だけ、もう一回だけ。いらないものなんかない。僕にとってエンターテイメントって夢なので、夢がちゃんと存在してくれたんですよ、どんな状況になっても。これはメイキングではない、映画の裏側で生まれたもう一つの映画。カット。裏ゾッキ。これ車の中で、いや、いらんでしょ。めっちゃ嬉しい。ありがとうございました。